実際にどうですか日常生活の中でもしかしてあれって見たのかもとかああ不思議な体験あったなみたいなってありましたいやなんかえいやもう普段全然霊感とか全然ないし見えないはずなんですけどなんかちょっと見える子ちゃんに関わらせてもらってからあれなんかなんて言うんだろう例えばそのアフレコに行く前にんかその。 通った建物のなんかエレベーターのボタンがビカビカしたりとかエレベーータタのボンそういう仕様じゃないと思うんですけどそういう仕様じゃないと思うんですけどその上下のボタンがビカビカするとか何かんかあれみたいないや全然あの信じないようにしてるんですけどたまたまそういうなんか故障があったんだろうなって思うようにしてるんですけどねなんか現場の雰囲気もちょっと確かに 私,私自身は日常特にあの見えはしないしあまり感じ取ることも全然ないんですが、うん、確かにあのアフレコ現場は時々なんかこうなんかあれこれは機械の調子が悪いのかそれともこのお話がもたらした何かなのかみたいなことが。 何,何度かあんまり他の作品の現場では経験しないようなそのスタジオさんで違うの撮っててもそういうのは見たたここととがないことだったので、うん、だから同じスタジオさんの同じ環境で撮っても今までそんななことなかったっです、ね、なんか例えば映像が止まったりするんですけど、うん、まあ映像が止まること自体はそんなに珍しいことじゃないんですけどそのなんか止まり方がちょっと今まで見たことない感じの止まり方。 <laughs> だとかなんか、ね、ありましたよね <laughs> って、ねね、確かに関わらせていただいてからそ<う>ちょっとおかしいんですよね、えー、なんかもう嫌だな。<laughs>